格の違いを見せてやるわ。このシロウもお連れください。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような。巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。皆さん、おら、じゃあ敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉、そっくりお前に返す。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、できながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなった。お供だよ。歯応えもないことだ。など不届き千番、盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎまする。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、すまぬ、無理はするな。愚かな、格が違う。
フルはなんだか。いつも選ぶってるだけあんじゃねえか。皆さん、飛び行き兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。おう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。敵将、潰したり。ここで死んでは銃を尽くせぬ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。愚かな、格が違う。聞かせていただこう。ほう、見上げたものだな。皆さん、わしと手合わせをしようもうか。ないことだ。織田の力がこれほどとは。あとは若の不運を祈るほかない。一生潰したり。お見事でございますね。あたしの獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。皆さん、ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。でも一体何のためにこんな無謀な戦を。イチ、よく来てくれた。また無茶なことして。人質の身であれ、モノノフの端くれ、すやすと捕まるものか。答えのないことだ。腹が大
無駄よ。よく従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。